のりなな、のりなな、のりなな。それではここでゲストの方をご紹介いたしましょう。スラタンさんとゆきみお姉ちゃんです。あー、バーチャル魔界最強の戦士スライムのスラタンです。だスラタン、スラタン久々、お久しぶりでございますら。みんなの半天ぶりでございます。そしていろはちゃん、ゆきみお姉ちゃん、はじめましてです。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあさあ、続いての方はこの方。はい、弟くん、妹ちゃん、おかえりなさい。姉系 VTuber、ゆきみお姉ちゃんです。はじめまして、よろしくお願いします。弟です、お願いします。あ、弟くん、弟です。切り替え早っ、はい、タムさん、切り替え早っ、ずるい。スラタンにキャーキャー言ってたのに、急に弟ですって言い始めるね。ずるい、年齢的に妹ですって言えない。確かに、イルファはね、何百歳ですから。あ、大丈夫ですよ、お姉ちゃんという概念なので。あ、お姉ちゃんは概念ちゃんって言いますね。大丈夫ですね、ちゃんって言います。ありがとうございます。はい、ということでね、お二人のねプロフィールなどを見てまいりましょう。まずはスラタンですね、2018年11月15日に活動開始でございます。あ、僕より2ヶ月ぐらい後っていう感じですね。そうなんですら、ついこの間5周年迎えたばかりくらい。おめでとうございます。ありがとうございます。本日ですね、多分いろはさん以外全員2018年デビュー組なんです。いや、そうなんですよ、大先輩。なんか VTuber ね、判明期のなんかね、古いな。大丈夫か、古いじゃない、歴代のレジェンド。老人会、老人会ですよ、老人会の方たちもね。そうじゃない、レジェンドの皆さんです。ビチビチだな、いろははな。はい、そしてですね、17ライブでは2019年の5月27日にスラタンデビューしておりまして、僕とは V7 飯店で共演をしております。そう、この間ぶりでございます。らそうですね、スラタンなんかあれ2回ぐらいコラボしなかった？1回だと思ったけど。あれマジで？じゃあ僕スラタンをめちゃめちゃ覚えてるだけか。もしかするといっぱいいたのかも。スラタンが分裂したかもしれん。分裂したってこと？はい、そしてですね、スラタンは雑談配信や歌配信、ゲーム配信、チャレンジ企画を行っています。また第1回のりななでも話題になったモノマネが特技とのことです。なんか得意なモノマネなんですか、スラタン。はい、聞かせてほしいです。何個か持ってるんですらけど、うん、なんか1回目ののりななの時、うん、動物のモノマネが多かったから、動物っぽいの行こうかなって思って、はいはい、お願いします。豚アンパンマン の、 あのチーズのモノマネ。おー、聞きたい。はい、いいですね。カウントしてもらってもいいですら。 OK です、参りましょう。ではスラタンのアンパンマンのチーズのモノマネです。332211お願いします。あっあー、地声だな。そのまま来てるな。ただの地声じゃねえか。ねチーズだったかもしんない、それ。チーズだな、全然チーズだ、全然チーズやめろ、マジで。いや、かわいすぎる。かわいいね、うん、いいですね。さあさあ、そんなスラタンですが、あの声優としての活動も増えておりまして、うん、雑誌の声優アニメディアに初のスライムとして掲載予定ということでございます。すごーい、すごい、スラタン声優さんなんだ。スライム声優さんとしてもちょっと最近活動しておりまして、ゲームアプリの声優さんとか、うん、もうやってます。どういう声でやるの、そのチーズ系の声なの？いや、全然もうね、全く違うタイプで。あ、そうなんだ。クール系なお姉さんとか。クール系なお姉さん。すごい、スラタン声の幅広いな。すごいな。そうなんですよ、もう全く多分聞いても誰もわかんないんじゃないかなっていう、ね。あ、まあ、でも声優さんってね、やっぱいろんな声を持ってて、なんかクレジット見てびっくりするとかあるあるですからね。クレジットスラタンになってるんで。あー、スラタン乗ったのすごいな。はい、ということで、ではゆきみお姉ちゃんのプロフィールでございます。2018年3月11日に活動開始ということで、犬山たまきよりも半年ぐらい先輩になっておりますね。イエーイ。そうなんです、僕がデビューした時にゆきみお姉ちゃん、まさに勉強させてもらった方の一人でございます。そんな、何もしてない。まさかこんな6年ぐらい経ってから共演させてもらえるなんて思ってもいなかったんですけども。念願の。そうなんですよ、やっぱりあの僕ママミがある女性が大好きなので、ゆきみお姉ちゃんめちゃくちゃいいなみたいな感じでね、
昔から拝見している方でございます。そんなゆきみお姉ちゃんですが、雑談や晩酌配信、ホラーゲーム、原神、遊戯王、スプラなど幅広いジャンルのゲーム配信などを行っております。ただよく配信しているにもかかわらず、ホラーはめちゃくちゃ苦手ということで、シンパシーを感じる。そう、いろはさんもね、よくねホラーゲーやってますが、ホラーは苦手なんですよね。嫌いです、苦手です。本当にやりたくないんだけど望まれるんだよね。やってて得意になるもんじゃないの、ゆきみお姉ちゃんもいろはも。いや、ずっとやってるけど、もう毎回部屋から出れなくなるの。あ、やっぱ慣れないものなんだ。ああいうのって慣れないね。ホラーゲーも進化してますからね。なんかね、あ、そっか、日々進化してるもんね。なるほどなるほど、あの手この手でね、はいはいはい、ビビらしてくるんで。